田中剛の腰に注目。田中剛が復活させた IWGP インターコンチネンタルのベルト。103キロ田中広瀬。腰に輝くレフリー新品同様のこのインターコンチネンタルのベルト、金具の部分もピカピカですね。いやこれはまるで今ダブルラリアットのパターンだったんですけど、エースに託されたドロップキックエースのため、パーク選手気持ちが入ってるっていう証拠ですから期待したいですね。アクスボンバー3連発、おードロップキック好きなようにはさせません。ドロップキック、いやーやりましたよカート。カートナージャーキューかわして小島エルボーかわしてエルボー、しかし後藤は止められないか、ローリングエルボー、石井が来る、ラリアットで DT、 DT 刺さりましたね。刺さった刺さった、また自信になりますんでね、うん、あさあこれはベリートゥベリーやられてるのもありますし、やっぱりその攻め続けて、まあ、スタミナをロスする、いわゆる攻め疲れというものも見えてくる。今、岡嫌がってましたよ。岡田和樹さん、あーやっぱりいった。まあこの隙をこの今のテンションのデイビーボーイが黙って見てるわけがない。頑張ることがかなり勝敗を分けそうな感じですね。そうですね。さあヤギ鉄、おお海野がプッシュアップ、しかし落としていく、決まってしまうのか、さあ海野破れてしまうのか、ヤギが初勝利を手にするのか、ここはいい勝負どころ、勝負どころ絞っていくヤギ。さあ自力勝利まであと一歩、絞れるか絞れるか、海野が前に出ていく、プッシュアップ、目は死んでいない、目はしっかりとサードロープ。今の海野選手の表情ですよね。手負いの中で 6.11 大阪内藤を下し、おお棚橋に対してパラダイスロック、ああかかってしまった、棚橋がパラダイスロック、これにも怒った棚橋監督、監督があ驚きました。さあ怒りの監督、真田に対して最近できるのか、覚えたて覚えたて、まだ覚えてるはず、覚えてるはず、退いて、はい、監督に専念することも考えてるので、はい、浮気のことも言ってましたけどもね、そんな、ね、ことはあまりさらさら考えてなさそうですよね。さあジュース・ロビンソン、デビッド・フィンレー、おーこの監督の押し合いがチャンピオンが押しています。ここで引いてはダメなのか、よしあし、この厳しい大事にさらされています。ああ、まずい、場外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 、いやいやいや、ダメダメ、あれ、おお岡田和樹香が立ちはだかります。なんか頼りになる学級委員長みたいですね。そうです、してるんじゃないですか。いや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 、これはね、よしあし、ああ、よしあし、よしあしはね、今度岡田選手は鈴木選手がやられてるし、ちょっともう収集がつきませんよ。やりたくないですね。次の相手は吉橋ですよ。試合が成り立たないですね。ああやっぱりやっぱりデビーボーイ、デビーボーイ、大阪では第一、ここ後楽園ではデビーボーイ、なんでも十分数的優位を立ってたのに、いや、やめてくれ、いやまずいまずい、総力戦ですね。総力戦になりましたね。ケイオス対鈴木軍の総力戦、もうこれ以上は黙っていられない、岡田対デイビーボーイになってますね。ですね。さあもう、さあ岡田ドロップキック、赤い、さあ岡田が荒ぶっている、吉田新球、
これで完全に1対1ですね。はい。